やみに前に出ちゃダメよ。セザール、お前たち一体どうしたっていうの？なんでオレンカと戦争なんか。久しぶりだな、セザール。まったく、王子のくせに出しゃばりなところは相変わらずか。ふん、4年ぶりだな。お前こそ何にでも首を突っ込むその暑苦しさは健在のようだ。しばらく会うのうちに少しは大人になったものと思っていたが、絶望的なまでに熱血バカのままだな。あ、熱血の何が悪いんだよ。お前だって本当は熱血バカのくせに。このカッコつけ王子。やはりお前には俺の美学がわからんようだ。ちょっと二人とも、いきなり喧嘩するのやめなさいよ。私たちはセザールを説得しに来たんでしょ。説得だと。なるほどな。お前たちはオレンカに味方しているということか。見損なったぞ。正義は我にあり。裏切り者には俺が引導を渡してやる。セザール、話を聞きなさいったら。王子様は本気のようだ。こうなったらあんたたちも腹をくくって戦うしかないよ。あいつ昔から一度怒ると手がつけられなかったからな。そっか、セザールは怒ってるのね。とにかくあいつは何か誤解してるみたいだ。ならぶん殴って目を覚まさせるまでだな。行くぞ。女だから。痛いのに合うの。ダイヤモンドダスト。正義は我にあり。お前たち相手だろ。手加減せんぞ。こっちだって手加減なしだぜ。絶対お前の目を覚ましてやるからな。ちょっと熱くなりすぎないでよ。けど本気でやるしかないのね。あんたたち、あの王子と結構な因縁があるのかな。難しいことはおいらよくわかんねえけど、あいつ悪いやつじゃないぞ。多分いいとか悪いとかの話じゃないわよ。とにかくさっさと終わらせましょう。ダイヤモンドダスト。ちょっとやばいかも。ヘイ。しないとな。
てダメ。みんな離れていても油断は禁物だよ。また来てくれよな。
よっとくれ。祝福があらぬことを。セザールよ、そなたがオレンカを攻撃したのはそなたの父ジャイワール王に何か関係があると。いかにも、私が軍を動かしたのは父の無念を晴らすため。オレンカ王は、その男は我が父ジャイワール王を殺したのだ。私がジャイワール王を？
ここまで言われてまだとぼける気とは。父が殺された10日前の夜、父の部屋から出ていく貴様の姿を私はこの目ではっきりと見ているのだがな。それに父の亡骸のそばにはこれが落ちていたぞ。見よ、この羽を。貴様の冠についている羽飾りと同じものだな。しかし私はジャイワール王を殺してなどいない。断じて見苦しい逃れはやめよう。貴様それでも一刻預かる方か。沈まれ。セザールよ、そなた先ほどジャイワール王が殺されたのは10日前だと申したな。確かに10日前の夕刻のことです。それが確かならば、オレンカ王はそなたの父を殺した犯人ではない。それは何故です。10日前といえばオレンカの建国記念日じゃ。オレンカ王は来賓として参ったわしの相手をしておった。一日中つきっきりでな。わしの目を盗んでジャイワールへ赴き、ジャイワール王を殺害するなど到底できることではない。故にオレンカ王はそなたの仇ではないのだ。おそらくそなたが見たというオレンカ王の姿も、何者かがオレンカ王に罪を着せるために装ったものだったのだろうな。私は騙されていたのか。父の仇に。だとしたら私はとんでもない愚か者だ。仇に踊らされ戦争を始めてしまうとは。このような騒動を引き起こしてしまった関は王、我が首を跳ねるがいい。いい。ちょっと待てよ。セザール、お前が死んだって何の責任も取ったことにはならないだろう。そうよ。それに真犯人を突き止めてお父様の無念を晴らさなくていいの。なあ、一緒に親父さんの仇を討とうぜ。名士様、私の気持ちもこの者たちと同じです。彼を罰しても失われたものは戻ってきません。それよりもジャイワール王を手にかけた真犯人を突き止め、騒動の真相を明らかにすることの方がはるかに大切です。ですが、セザール殿、共にお父上の仇を探しましょう。恩義を案じる者たちの気持ちを無駄にしてはなりませんぞ。Thank you.
ありがとうございます。Thank you.
せて。よし、行くよ。任せろ。任せろ。Thank you.
見て、大聖堂だよ。僕、屋根の上からオレンカの街を眺めるのが好きなんだ。兵士さんに話しかけてみましょう。まだ話を聞いてない兵士さんに話しかけてみましょう。全員と話ができたし、縄文の兵士さんに報告に行きましょう。
逃げてっちゃったな。誰かと同じ熱く苦しい奴だ。さっさと追うぞ。Thank you.
象徴だな。ようこそ。さあ、神に祈りを。